大日本帝国海軍の気象とは、大日本帝国海軍において使用された気象である。以下、特記ない限り、1889年10月7日、交付の海軍気象条例及び1914年1月30日交付の海軍気象例に基づくものである。海軍気象条例以前の規定としては、1870年10月27日制定の大上官布告。 海軍後気象国気象並み初気象をテーマがあり、天皇上戦を示す、お旗や皇族旗、各種の正気などが定められていた。同府国では、官備用の海軍後国旗及び、選手気象として、白根の暮れない日照を定めており、後の軍艦旗のような朝日旗ではなく、幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に、海軍気象を改定室として、 新規定が制定され、海軍大臣機の前身である怒りの衣装の海軍機の追加などがあり、1889年の海軍気象条例制定まで改正を重ねつつ適用された。海軍気象例となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白桃に関する規定や、万貫色貫色に関する規定が盛り込まれた。天皇機天皇機は、 天皇上後の艦船において、大穂柱頂きに掲げられた。天皇家を掲げた艦船においては、区別期及び長旗はすべて降下された。天皇旗をはじめとして皇族に関する旗にはすべて、菊下五文章の衣装が用いられた。皇后旗太子皇太后及び皇太后旗皇后期、太子皇太后及び皇太后旗の扱いは、天皇旗に同じ。摂政旗摂政旗の扱いは、 天皇旗に同じ。皇太子旗及び皇太孫旗皇太子旗及び皇太孫旗皇太子旗の扱いは天皇旗に同じ。親王旗、内親王旗及び親王旗の形容位置は天皇旗に同じ。ただし、親王が親王の資格としてではなく、武漢の資格として上官している場合には掲げられなかった。後に皇族旗が設けられたことにより廃止。 皇族期皇族期の形容位置は天皇期に同じ。海軍大臣期海軍大臣期は海軍大臣が公務を帯びて上官した場合に形容された。形容位置は天皇期に同じ。三照、官二召喚小期は召喚が指揮権を帯びて上官した場合に形容された。海軍大臣期を除く区別期には全て八条曲実期が用いられた。 明治二十二年から大正三年までは、大正期、小正期の区別はなく、単に、正期と定められ、階級の違いは形容位置や暮れない玉によって区別、されていた。この当時の正期の交戦幅は十一点二五度、交戦間隔は三十三点七五度、交戦数は八畳とされた。正期及び大正期は、司令長官または司令官が初めて着任するときに形容し、 会食により退去するときに撤去した。ただし、司令長官または司令官に事故があり、その職務を取ることができないときは、その間は、正規または、大正規は撤去された。大正規、編集大正規、大正規の形容位置は、天皇期に同じ。中上規、編集中上規、明治22年から大正3年当時は、中上規は前、小柱頂だに掲げられた。ただし、 二章以下の勘の場合は、風上の上隅に暮れない玉一個を付した。大正三年に衣装が改められた。大正期の上演に、紅色の縁取りがなされたものである。小正期、編集小正期、明治二十二年から大正三年当時は、小正期は、水んただきに掲げられた。ただし、二章勘の場合は前、小柱ただきに掲げられた。二章以下の勘の場合は、 風上の上下隅に暮れない玉一個を付した。大正3年以降は、中上期に同じく前、小柱頂に掲げられることとなった。大正期の上演及び下演に、紅色の縁取りがなされたものである。大正期大正期は、司令官たる大佐が、指揮権を帯びて上官した場合に形容された。形容位置は、天皇期に同じ。千人千人は、内に層以上の軍艦が停泊し、 司令長官または司令官が不在の時に、千人官庁がこれを水んいただきに掲げた。ただし、二将官の場合は前、小柱いただきに掲げられた。千人機は、大正機の紅白を交換したものとされた。軍艦機大日本帝国海軍の軍艦機軍艦機は、在役艦において、水ん重版かまたは、官備の旗竿に形容された。十六条曲機が使用され、 自衛官機に受け継がれている。官主機官式は、在役官が停泊中に、官主の車掌または官主に掲揚をした。ただし、辞儀により掲揚しないことも認められた。国旗が用いられた。長畑は、各官邸を指揮する将校の機掌として掲揚された。長畑は、在役官の大柱板だけに掲揚された。二章官船の場合は、水井板だけに掲揚された。また、長畑は、 海軍所属運送船において船長が海軍将校であるときも同様に形容された。船任機を除く、区別機を掲げるときは、長畑は掲げないものとされた。司令機司令機は、明治22年直令には規定ない。駆逐隊司令、艇隊指令または潜水隊指令の機詳として、指令駆逐艦または司令艇の帆柱頂に掲揚された。司令機には四条曲実機が用いられた。 当直機当直機は当直艦において水にいただけに掲げた。当直機の山形白線は縦の20分の1。山形の頂点の高さは縦の6分の1。上山形は縦の2分の1より起こり。下山形は縦の3分の1より起こり。3個の山形は連接する。運送線機は海軍所属運送船または運送のように供するため。 用益する船舶の大柱いただきに掲げられた。ただし、海軍所属運送船において船長が海軍将校であるときは、運送船機ではなく長畑が掲げられた。用招き水先畑は海軍艦船において水路共同車を用招きするときに掲揚された。ただし、普通信号を持って水路共同車を用招きするときは掲揚されなかった。赤十字機海軍病院機は、 戦時または事変の際に海軍病院または病院船に掲げた。また、病院付属の物品を運送する船社等に用いることもできた。大正3年直例により遺症を改められるとともに赤十字旗と解消された。満館職詳細は満館職を参照1875年の高架等事件の際に用いられた記章。ありがとうございます。